ラニア軍はアメリカ合衆国上ジ,ジア州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1078人であり、2000年の7847人から28.4%増加した。軍庁所在地はレイクランド市であり、同軍で人口最大かつ唯一の法人化都市でもある。ラニア軍はバルドスタ大都市県に属している。 西のラウンズ軍にまたがって、ムーディ空軍基地がある。ラニア軍は1920年に設立され、軍名は、ジョージア州出身の詩人シドニー・ラニアにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は199.83平方マイルであり、このうち陸地186.82平方マイル。 水域は13.01平方マイルで、水域率は6.51%である。アメリカ国道ジョージア州道バンクスコ国立、野生生物保護区の表示バンクスコ国立、野生生物保護区は1985年に設立され、年間約2万人の観光客が訪れている。ハイキング、釣り、ボート遊びが楽しめ、4000エーカーのバンクスコシッチがある。 2001年8月に開設されたロバート・シンプソン三世自然の道がレイクランド市内広さ75エーカーの松と後期の森に沿っている。アラッパハ川、バンクス湖国立野生生物保護区、その他多くの小さな湖は格好の釣り場として知られている。歴史的な場所としてユーリス・ディ・リバーズ元知事の家屋がある。1980年代初期に元あったバンクスコ沿いから レイクランド市内ウェストメインストリートに移転された。ユニオン・バプティスト協会は、ジョージア州道135号線近くにある。フェンダー墓地は、レイクランド市の東、アメリカ国道221号線とジョージア州道37号線の交差点。以前は、デイビッド・フェンダーに属していた土地にある。この墓地には、地域の初期開拓者が多く埋葬されており、遺族が川を渡って、遺骸を運ぶ。 必要のないよう選定された。1920年代の地域社会の様子を描いたミルタウンの壁画は、レイクランド市中心街の建物の外壁にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍経済は農業依存に止まったままだが、2006年の雇用数では、教育、医療、社会サービスの分野が大きなものになってきた。 その要因として隣接するラウンズ郡にまたがるムーディ空軍基地、いくつかの湖や自然保護地、病院、大型の修律刑務所がある。軍内の大型雇用主は次の通りである。ありがとうございます。